はい、あきらけです、今日も遊活に来てしまいました。場所は八丈島の神湊でございます。タンク下。いやね、もうここのとこずっとさ、八丈島も天気悪くて釣り全然行けてなかったんだよね。で今日もね、もうずっと風強くてさ、で夕方になってちょっと風収まってきたかなということで、まあなんかね、こういても立ってもという、もう5時なんだけどさ、あと10分で5時か、いても立ってもって感じで、またやってきてしまいました。いつものように、カチカチ今で凍ってんだ、おい。壊さなきゃダメだ、ね、アサリのむき身のケチ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 塩の釣りでございます。ちょっとね、さすがにね、ずっと海が荒れてたっていうのと、今ね満潮なんだよね。満潮で潮止まりな感じで塩濁ってんだよね、えらくね困ったなって。で、釣る直前にね、昔懐かしというかさ、もうずいぶん前、去年だよね、ずいぶん前に買った激安のチビカメラ、2000円ぐらいだったかな。で今ちょっと水中をね思い出したんだよね、その持ってるっていうのを水中撮ってみて、で、これね、長い棒はこれ網の棒です。普段使ってるやつじゃないんですけどね、 6.3 メーターぐらいあるのかな。網の棒の先にカメラをくっつけて、水中を撮ってみようとやってみたんですが、これね、水が濁ってたんで、カメラの向きがね、どっち向いてるのかよくわからないっていうんで、あまりいい絵は撮れなかったです。あ、そうそう、今これアフレコしてるのは、最近買った、ズームの、H1XLR にパナソニックのガンマイクをつけて、録音をしております。こんな感じでね、水中結構ね、2000円ぐらいのカメラでも結構綺麗に撮れるんですけど、ちょっとカメラの向きがごめんなさい。今後ね、またこのカメラを使って、ちょっとね、水中の映像も今後ね、お届けできたらいいななんて思っておりますが、今日のところはちょっと、これで、ご容赦願いたいと。その後で餌を投入してるんですけど、今日はね、ご覧のように誰もいません。誰もいません。で今日おそらくね、観光さんもね、今日昼間相当風強かったんで釣ってないと思うんだよね。だから全然コマセが打たれてないと思うから、魚が集まってるなんてこともないので、これ浮いてきたね。で早速一投目で、あ、ちょっとなんかカラーリング珍しいじゃんこれ。よいしょあ、やべ遊んでるとまた針がさ、せっかく結び直してきた針がやられてしまうの。そうそう、針千本かな、そんな大きくないですけど、よいしょ。で、カメラは今キューカム3で撮ってます。キューカム3ってさ、ウルトラってね、 8K 版が出たらしいよね。でもね、うちには来なかった。で、ちなみにこの使ってるこのキューカム3 5.7K 版かな、これもらったんだよね、キューカム3から。でもうね、さすがに 8K の方くれませんでした。明らかに渡しても広告効果が見込めないということだったんでしょうね。よし、はい、結び直しました。手慣れたもんでございます。さてと、でマイクの方はちょっと風が相変わらずあるんで、キューカム3のマイクもね優秀なんですよ。だから複数のマイクついてるから、一番こう風切り音が乗ってないマイクを編集の時に使うとかね、そういうことできるんですけど、まあ今ちょっと別のね、セブンライムズのワイヤレスマイクを帽子につけて使っておりますが、
この音声も使えるかどうか分かりません。ダメなら後でアフレコするという感じかな。さて、多分ね、キューガム3ってそのウルトラ、今のね出てるウルトラじゃなくて、この今私ももらったこのキューガム3はたくさん配られたんだよね、 YouTuber にね。でその中の一つとして、まあうちに来たんだけど、俺が一番使ってるような気がするんだけどな。その後だって YouTuber の人たちってカメラいっぱい持ってるからさ、ねえインスタ360もさ、な X4 とかさ、ああいうの持ってんだよね。だからキューガム3なんて使ってないと思うんだ。俺がなんかさ、もらただでもらった YouTuber の中で一番使ってるような普通にマジで使ってるから思うんですが、ねえ、今からでも間に合いますよ、ウルトラ、ぜひこんなところで日本語で要求してても何の意味もないような気もしますが、さあ何かな。しゃ何かなっつってもあいつだよなって感じだよね。よいしょ、あれやっぱりハリセンボンだな。でまた飲んでるよな。そうだよな。でですね、あの1時間、まあそんなにたくさん餌持ってきてなかったんで、1時間ぐらいで、餌なくなりまして、1時間も持たなかったか。でちょっとね、その後15分も振ってないか。10分ぐらいね、ルアー投げてみたんですけど、まあ、成果上がらずという感じでした。さて、今日は、夕焼けないっぽいですね。そろそろ引き上げますかね。今、6時10分です。今日は、針7本失いましたが、持ち帰りゼロと。ということで帰ります。以上、あきら系が八丈島から夕活の模様をお送りしました。以上です。